早押しクイズ、キキキュの Q の Q。 さて、早押しクイズ Q の Q はあらかじめ1週間前に早押しボタンを押して伊集院光が答えた、答えに合わせたクイズの問題を送ってもらうコーナーです。ちなみに、1週間前に私が答えた今回答えはですね、沸騰したお湯をかける、それからもう一つヤングチャンピオンって二つの答えが出てるんですが、それに合わせた問題、あ、一つ注意しておきます、森組の問題多すぎなぜか森組の問題多すぎですからね。例えばですね、沸騰したお湯をかけるはですね、森組の問題もそうなんですけれども、林家の問題多すぎでしたね。しかもクソの片方だけ芸能人ナンバーワンとしてその名を世界に轟かせている林家さん、彼女の悩みはそのクソが硬すぎるためベンチから流れないこと。最近思いついた硬いクソを柔らかくするための方法とは答え、熱湯をかける、これがですね、なんと13通、ほぼ同じ問題13通来ておりますんでね、なるべく皆さんですね、森組を出すなとは言わない、自信作を他の人は被らないような自信作を言ってもらいたいということで、それではまずはですね、答えがですね、沸騰したお湯を注ぐになる問題の方からずらっといきましょうか。いきましょう、早押しクイズ、沸騰したお湯を注ぐ。プロ野球チーム日本ハムファイターズの帽子のマーク、アルファベットの F と S、 これ何の略？沸騰した お湯を注ぐ。悪い魔法使いに騙されて毒リンゴを口にしてしまい、深い眠りに落ちてしまった白雪姫を見つけた王子様が、7人の小人たちが見守る中、白雪姫の唇にそっとしたことといえば何でしょう？沸騰したお湯を注ぐ。まずはこの曲をお聴きください。ズビズバー、やめてきれ、やめてきれ、やめてきれ、ゲバゲバ、やめてきれ。左牧前さんのヒット曲、老人と子供たちのポルカレコーディングの際のエピソード。スタジオの中でやめてけれ感を出すために、牧前さんに向かって子供たちが寄ってたかってしたことといえば何？どうしたお湯をかける、注ぐ。天然ボケを売りにしているアイドルが増えてきてムカムカきますが、キャツラが本当に天然なのか、それともキャラクター作りでやっているだけで普通にハキハキ喋れるのかを手っ取り早く調べるために、俺が明後日山口萌と有坂久留米にやったろうじゃねえかと思っていることは何？やんだ。答えは、沸騰したお湯を注ぐ。15年もの長きにわたり米国のポルノ女優トレイシー・ローズさんが防衛してきた怖い乳輪大賞の座に、このほど日本人で初めて輝いた桜庭敦子さんが、ライバルのトレイシーさんの睨みつけるような形と黒飴のような色に負けないよう己の乳輪を鍛えた方法とは何だったでしょう？沸騰したお湯を注ぐ。打倒オールブラックスを合言葉に日々猛練習に明け暮れる名門花丸木ラグビー部、そのスパルタぶりは有名ですが、鬼コーチの中で最も厳しいのは意外にもマネージャーの白鳥ゆり子さん。彼女が練習中力尽きて倒れた選手に大きな夜間を持って近づき、耳穴めがけてすることといえば何？どうした、お湯を注ぐ。先週のやって到来は、表参道を行き交う女子高生たちにカップヌードルカレーを調理してもらうという企画でしたが、そのカップヌードルカレーを作るいくつかの手順の中で、彼女たちの15人中15人全員が忘れてしまった作業は何だったでしょうか？沸騰したお湯を注ぐ。先週のゲスト、歌手の森久美子さんが大好物のバッファローを仕事先や移動中にも行けるようにと考え出したベビースター水乳。もちろんおやつ感覚でサクサクつまむのもいいですが、考案者の森久美自身が一番好きな食べ方は何でしょう？沸騰したお湯を注ぐ。一人前と認められたナースの卵たちが看護学校を卒業する際に、府長さんから一人一人帽子を受け取る儀式は有名ですが、現在歌に芝居にバラエティにと大活躍中の森久美子さんが体重800キロを突破し一人前の森久美と認められた際に、先代の森久美である中島恵子さんから受けた儀式は何でしょう？沸騰したお湯を注ぐ。先代とか言ってる。
今週の週刊ストーリーランドいかがだったでしょうか。ちなみにゲストの伊集院さんは一つ目の東京大学物語、二つ目の使えないペンバートン、三つ目の沸騰したお湯を注ぐの三作品のうちどれが面白かったですか。沸騰したお湯を注ぐ、あの、トーク、あれですよ、あの、週刊ストーリーランド、早くも二度目の出演しましたからね。面白い、もう面白い作品、目白押しでしたからね。今回俺どうだったっけな、一番来たのはね、森組問題の激戦区を勝ち抜いた問題の中で、俺好きだった、先代の森組さんこと中島恵子さんっていう言葉にもう俺、ぐっと来たね。先代の森組さんだもん。それからですね、採用されなかったクイズ、どこが悪いのか、ね、ちょっとね、クイズライターを目指している皆さんにですね、一緒に反省点を見ていきたいと思うんですが、例えばですね、ペンネーム部長さん、問題。私、鈴木純を騙し呼ばわりした奴には厳しい罰が与えられます。その罰とは、変な形の壺に押し込めた後、あることをします。さて、そのあることは一体何でしょうか、ね、これはね、一応ね、TBS の社内秘になってることなので、いっぱい今までね、あのまだ壺に入れられて、あのね、中にお湯を注いじゃうと中でパンパンになっちゃうと出れないんですよ。誰かが割ってくれるまで。恐ろしい。シガーナが今ね。壺の中でねえ、アメリカ東部はどっちにするって言われて、じゃあフランスへっていうことでフランス行きましたから、壺持ってもう近づきながら鈴木純さんにどうするどうするって言われて、じゃあ私退社してパリへなんつってね、パリに行きましたからね。それからですね、あの中にこのコーナーはある意味クイズライターの素質のある人を見つけるためのコーナーじゃないですか。なのに中に鈴木純アナウンサーに面白いことを言わせるためだけにクイズを書いてくる人がいるんですよ。例えばですね、ペンネーム甚六さんの宴、問題。今まで隠していましたが、私鈴木純は釈由美子なの。それが悪い魔法使いに騙されてこんなヒゲだるまになっちゃったの。シク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 、もし今度私を元に戻してくれるんならおっぱい触らせてあげてもいいのに。その方法知ってるの。どうしたお湯をかける。これも社内費なんで、もちろん釈由美子さんですよ。本当はね、外観的にはね、ですけど悪い魔法使いに鈴木純さんになされちゃったんですから、しょうがないですよねえ。だから純さんに会っても、あの、尺って変な名前とか言っちゃダメですよ、基本的にはね。あとはそうですね。ペンネーム、ハンサムボーイ。問題、夢島での厳しい生活を終えた五郎たち。しかし、二軍に昇格した彼らを待っていたのは、特待生たちの舐めた歓迎試合。トシや五郎の活躍で9回裏、ついに怪物、眉村を引きずり出したが、彼の号泣の前には手も足も出ない。そこでトシやの考えた、眉村攻略法とは、沸騰したお湯を注ぐ。まあ私メジャーは読んでますけれども、その相変わらずなんです、漫画とかドラマの義務化はやめてください。ぜひ読んでない人、見てない人もいますんでね。沸騰したお湯を注ぐはこんなとこですかね。さあ続いては、答えがヤングチャンピオンになる問題もたくさんいただいております。いきましょう、クイズ早押しヤングチャンピオン。菅直哉、武者小路実篤ら学習院出身の若手作家が明治43年に創刊した雑誌といえば何？ヤングチャンピオン？次の作品が掲載されている雑誌といえば何？ハトレース 2000X 隣の過剰防衛ちゃん、トメゴロウの新薬ドリーム、ハッスル上部博士、あれなんだろう、イリキ母物語、漫画版本当にあったベーコンを使った料理、いやヤングチャンピオン。努力、友情、勝利といえば週刊少年ジャンプの三大テーマですが、イルス、無果汁、焼きトウモロコシという三大テーマでおなじみの人気漫画雑誌といえば何？ヤングチャンピオン。アニメフランダースの犬で主人公のネロ少年が死ぬ寸前まで見たがっていたのは何？あれ最終回で見れたんだよね。ヤングチャンピオン。
今から今週発売されたある漫画雑誌に載っているセリフを抜き出して読み上げます。さてこの雑誌は何でしょう。悲鳴、前日の田植え栗卒な悲鳴。ドボルザークだって金のない時は松屋行ったさ。わあ温泉が消えて声だめに。どうせ俺だけのけものにしてカニ食ってたんだろ。ヤングチャンピオン最後で分かった。立川信子を漫画雑誌に例えると何。ヤングチャンピオン。三大テレビ局といえば日テレ、富士、TBS。 漫画界の三大ヤング誌といえばヤングジャンプ、ヤングマガジン、ヤングサンデーですが、ヤング誌の MX テレビ的存在といえば。あ、ヤングチャンピオン、ヤングチャンピオン。風邪で学校を休んで寝ていたケンちゃんがお母さんにヤングマガジンを買ってきてほしいと頼みました。さてそれから30分後、買い物から帰ってきたお母さんが泣いています。よく見るとおでこが赤く腫れています。何がぶつかった跡でしょう。ヤングチャンピオン。こら佐藤、授業中何読んでんだ。ヤングチャンピオン。弱ったなぁ。新藤アナから純2秒以内に買ってこいってパシられたのに、ケツ蹴られた拍子に何買っていいんか忘れちゃったよ。バブリシャスのパインと、ブリックパックのイチゴと、ピーナッツバターのコロネと、あと雑誌なんだよなぁ。なんだっけかなぁ。ヤングチャンピオンです。パシられてるから純さんかわいそうにね。結構ベテランなのにね。もう新藤アナが、純2秒以内に買ってこい。ケツ蹴られてアナウンス室出されてるからね。雑誌忘れちゃってこっぴどく怒られるぞお前。おめえ4個のこと言ってお前3つしか買ってこないにしょうがねえなおい。お前守備率低いとか言われるからね。他にもですね、いっぱい答えがヤングチャンピオンだけれども、いまいちだったクイズなんですけれども、これですね、ペンネーム、男子男子レボリューション。問題、アメリカ大統領選挙に出馬する日系アメリカ人ケネス山岡。対立候補の副大統領アルバート・ノアとの戦いのためには、地元ニューヨークでの予備選挙は落とせない。そのためにはニューヨークの帝王。川口海事は全部読んでるわけではないので。イーグルだっけこれ。イーグル読んでんじゃん俺。ねえ、いや、イーグルはダメです。沈黙の艦隊は読んでたからあれですけれどもね。それからですね、アレキサンダークソチビリ。問題、仮面をかぶって入場し、負ければ引退を宣言して以来、相撲界の伝統と、モーニングのやつを全部書いてくればもういいわけじゃないんで。ハリマナダは読んでますけれども、単語本も全部持ってますけれども。それからですね、これ系じゃないので言うと、ペンネーム大村彩子。さて今日最後の問題です。その前にコマーシャル。CM。 ジュンさんに適当に歌ってもらってください。おならぷおならぷぷぷ止まらないノンストップぷぷる。そんなあなたはレッツゴー池袋高木肛門科5割引きだよ。 CM 明けでは改めて問題です。ないんで高木肛門科はね。さて、じゃあ来週の早押しを先に言っておきますんで、また来週に向けてですね、どんどん答えの方、問題の方を送ってください。一問がですね、答えが焼き畑農業。焼き畑農業ね。そして、もう一つがですね、3万円から5万円の間で。これが、この答えになる。3万円から5万円の間。この答えになる問題を送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光の深夜のバカ字から、早押しクイズ、3万円から5万円の間、もしくは早押しクイズ、焼き畑農業の係まで待ってます。早押しクイズ、キュキュキュのキューのキュー。いや嬉しかった。俺一番最初にね、あのね、松上のフライングジャラジャラがあってからね、最後気を落としたんだけど、嬉しくなったら全員のこうおっぱいの大合唱でちょ力上がってきて、でその後に
上手に一番モデルガンをもらいたくないとこを引いたその、素の良さ。ね、浅田哲也バリの。ね、少年マガジン連載中っていう感じの引きでかなりテンション上がってきて、今のびっくりプレゼントでも相当今グッときましたんでね、普通のコーナーも盛り上がっていきたいと思いますが、早押しクイズ聞くの Q は、あらかじめ一週間前に伊集院光が早押しして答えていた答えにぴったり合うような、クイズの問題を書いて送ってもらうコーナーということで、先週私が答えたのはですね、八幡農業という答えと、それから3万円から5万円の間っていう答えですから、じゃあまずはですね、八幡農業ね、行ってみたいと思います。クイズ八幡農業キュキュキュのキュー。今週の星占いからの問題。サソリ座のラッキーカラーは赤、天秤座のラッキーナンバーは5。では乙女座のラッキーイベントは何？八幡農業。先週放送の TBS テレビの人気番組幸せ家族計画に出場した沢村さんファミリーに出された宿題で、失敗してビッグハットをタワーリングインフェルノにしてしまった課題は何でしょう？焼き肌農業。郷ひろみ、何をそんなに厚がっている？焼き肌農業。かつての甲子園常連校で74年の夏大会で起こした赤いセカンドベース事件以来、25年間の出場停止が来年解かれる伝説の強豪高校といえばどこ？焼き肌農業。農業高校だけどね。童話マッチ売りの少女で凍え死んでしまいそうな少女がマッチの炎の中に見た幻は何だった？焼き肌農業。スポンサーの撤退や地元住民からの反対で今年から中止された昨年までの表参道のクリスマス名物といえば何？綺麗だったんだよね。焼き畑農業。僕の親戚のお兄さんは自称ミュージシャンなのに兼業農家とは違う意味で畑を持っていて、得体の知れない作物を育てていましたが、ある日警察が家に来るらしいという情報をキャッチした途端、せっかく作物が育ってきた畑に灯油をまいて火を放ちました。さてこの行為、4文字熟語で何という？引っ掛けだなこれ。引っ掛けないで証拠。あ、違う、焼き肌農業。よし。横浜ベイスターズの権藤博監督の現役時代のハードなローテーションを表した流行語で、あることで試合が中止になった日以外は必ず権藤投手が登板しているという意味のフレーズといえば、権藤、権藤、何権藤？焼き肌農業権藤。昭和54年、140万枚のセールスを記録したヒット曲ヤングマンの中で、西城秀樹さんが元気いっぱいにジェスチャーで表現した4文字といえばズバリ何？焼き肌農業。紅天女の主役を決める最終試験に臨んだ北島麻也。体全体を使って風を演じる課題で、ライバルの姫川あゆみに差をつけられた麻也が、続いての火を演じる課題で取った表現方法は何だった？焼き肌農業。ぐらー、またしても全問正解とは。これでこの私も終わりだ。しかし安心するのはまだ早いぞ伊集院。たとえ私は滅びようとも、第2第3の鈴木純が貴様を恐怖のどん底に陥れることだろう。うわっは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 っ。さてこれ何をしているところ？焼き肌農業。やりすぎだっつーの。第2第3の鈴木純なんだ。鈴木純が現れて俺をクイズで苦しめていくんだ。そういうストーリーなんだ。だってさ、クイズの問題なのにさ、途中でさエンディングテーマ流れてたもん。壮大な焼き肌農業ですけどね。皆さんすごいね、僕が早押しって答えで焼き肌農業って答えにぴったりの問題をね、作ってくれたんですけども、中にね、何人かね、クイズの問題として、そぐわないようなものをね、作ってきた人がいるので、ちょっとね、悪い見本を見て、これから皆さん勉強、クイズライターの勉強をしてください。ペンネームですね、龍之介さん。ね、問題。
野球の名門校青葉学院から隅谷二中に転校してきた谷口は、あ、すいません、もうこの時点でわかりましたけども、キャプテンを題材にした問題を作るのはいいんですけれども、あのクイズの回答者にキャプテンのストーリーを全部知っているってことをね、前提にしていいのかっていう問題なんですよ。例えばね、こういう問題もありますよ。横浜のですね、ペンネームないな、この人。和田さん、ね、問題、たった一人の相撲部、相撲部員五所川原、今年は、高校生活最後の試合、そのためなんとか団体戦に出場したいはいいんだけど、この手の問題作る方、必ず最後に何より引用ってもう書いてください。僕がきついですから、うっちゃれ五所川原思い出すのにすごい時間かかりましたんでね、他にもですね、ペンネーム動かす力、問題。ポケットビスケッツやブラックビスケッツの CD の山や、トンネルズのハンマープライスにて、月給の4倍近い金額をぶっ込んで手に入れたガラクタ等を一点に集め、点火することによって、赤々と燃え盛る炎を見ながら、俺何やってたんだろう、とセンチメートルな気分になりながら、肥沃な土壌を作るという農業方法のことを別名なんという。焼き畑農業。今どうしてんだろうな、ハンマープライスの。さあ。どうでもいいものを買った人な、ローンでも買えたじゃん。誰、何が一番高かったんだっけ？俺、藤井文也が結婚式に、自分の結婚式に歌を歌ってくれる券何百万とかつってさ、自分が亭主だったらそれが離婚の理由だよな。絶対どうかね。でも、未だに払ってんだろうな、あのな。うわ、すごいね。さあ、まあ、焼き畑農業の問題はこんな感じで、もう一つある。ちょっと難しかったみたいですが、答えが3万円から5万円の間になる問題ということで行きましょう。早押しクイズ、3万円から5万円の間、999の9! 銭形平次が下手人を一人挙げるために投げる小銭は、日本円にしていくらくらい？結構投げんだよ、あれね。3万円から5万円の間。2000円札の次に発行されることになったお札は何円札？3万円から5万円の間。テレビ朝日の視聴者参加型バラエティ番組、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、これができたら100万円の名物チャレンジ。横浜ランドマークタワーのてっぺんから紐の代わりにマロニー結んでバンジージャンプ。見事成功したらいくらもらえる？3万円から5万円の間。高校2年の時本当に起こった漫画のような出来事です。面白半分に揺すっていたら理事長像の首がぼっきり、主犯の杉本くんと共犯の僕と遠藤くんと南波くんで弁償することになりました。さてそれぞれの払った金額はいくらだったでしょう。それから退学になりそうだったのを何とか防いでくれた小田部先生、本当にありがとうございます。すいません、あのクイズなんで3万円から5万円の間。昭和43年12月10日午前9時20分頃、東京都府中市の路上で現金輸送車が偽装白バイの偽警官に止められ、ジュラルミンケース3個分の現金が強奪された世に言う3億円事件。うん、この事件の被害総額はいくら？あれ?3万円から5万円の間。価値の高いものの例えに使われる100万ドルのホニャララ。広末涼子さんの笑顔が100万ドルの笑顔だとしたら、中村恵里子の夜も引っ張れの司会ぶりはいくら？3万円から5万円の間。外だけ。私 TBS アナウンサー鈴木純がおよそ9年間にわたり愛用し続けた PC エンジンコアグラフィックス。しかし独自のルートから得た情報によると、来年あたり PCFX という新機種が発売される模様。おせえや。そうと決まればさっとコアグラ売りたいんだけど、ここで問題。私はいくらで売れたらいいなぁと思っているでしょうか。3万円から5万円の間、高えよ。近所の連中にからかわれているとも知らずに、のこのこと何でも鑑定団に出かけていった寺本くんのおじいちゃん。司会の新助さんに差し出したカタカナでガンジーと書かれたエプロンを見て、一同が爆笑したのを好感触と勘違いしたジジイ。自信満々に出した自己評価額はいくらだった？3万円から5万円の間。まずはこの曲をお聴きください。イオはまだどれくらい？3万円から5万円の間。ああ、また新藤アナに捕まっちゃってさ、財布空っぽだよ。まさかうちの前で待ってるとはな。今月は急にドカベン読みたくなって全巻買ったりしてるから火の車なんだよな。この間
カツアゲやめてくださいって言ったら、人聞きの悪いこと言ってんじゃねえよ、借りてんだよ千年って、手付けられたし。俺今日はいくら持ってかれたんだ。3万円から5万円ないな。ジュンさんも大変なんだね。ちゃんと TBS から離れて大丈夫かなと思ったらさ、家の前にいたって言うんだからね。多分あれだよね、あのニュースの森が終わったとこからつけられてんだよね、もうね、絶対ね。ということで。ですね。あ、今回ですね、皆さん驚いたと思われるんですけども、森君に関する問題と林家に関する問題を抜かせていただきました。っていうかね、よくないよね、その何、ありもしないレッテルをクイズで貼るっていうのね。流行ってるみたいなんだけれども、例えばですね、こちらのですね、神奈川県のですね、ピンチヒッター、二村さん。来年から2部降格が決定したタレント、網浜奈緒子。これいきなり1行目ですよ。これ言い切りですよ。言い切りですよ。確かにそうなんですけれども、ねえ、それからですね、千葉県ペンネーム、船橋一郎。お次とピーコが見たら、そっと押しそうなファッションセンスナンバーワンに選ばれた桜井友さんが。なんだもうたら選ばれてないから。それはね、赤のオーバーオールに赤の帽子をちょいと横にかぶったりしてますけれども、それはありなわけですから、ダメですからね。あとですね、クイズの口調じゃもうないでしょ、それはっていうのはですね、ペンネーム、ボンクラリゾート。問題。超意外な結末の短編アニメを毎週3本放送とか抜かして、星新一に憧れる中2レベルのクソ話をダラダラと垂れ流している週刊ストーリーランド。こんなダ話を紹介しただけで、賞金50万とは、ブラジルかでは、インフレって意味なんでしょうね。では、適正価格は ?3 万円から5万円の間ってことなんですけども、いい番組よ。二度出ちゃった。また出して。だけどさ、これさ、弁護するわけじゃないんだけどさ、フォローするわけじゃ全然なくて、これ読んでてすごく思ったのが、星新一に憧れる中2レベルの話よって書いてあるじゃないですか。でもターゲットってそこなんだろうな。だからいいんだよ。だからいい、逆にいいんだって、マジカルバラダを見てた人たちがターゲットだったら、そうじゃん。合ってるよ、また出して。俺、最近ちょっと業界内で見てる人に怯えすぎ。すごい勢いで。さあ、来週に向けての早押しの答え出しときましょう。早押し順位としては、これだ!ガム手で固定。ガム手で固定。ね、まあ、ガムテープで固定するっていうのが答えだろうな。ガムテープで固定する。ね、それからもう一個はですね、これだ!東京タワー。難しいかな、東京タワー。いや、クイズライターを目指す皆さんですね、答えが東京タワーになる問題とガムテープで固定するになる問題を書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のアップス、早押しクイズ999の9、東京タワー係、もしくはですね、ガムテープで固定する係まで送ってください。待ってます。